こんにちは。以前ね、小銭稼ぎのコメンテーターって言葉がありまして、水道橋博士がなんか怒ってやめたみたいなことがあったり、橋本徹さんがね、それからというものを、それを名言にされているということがあります。もちろん橋本徹さん自身が名言にしてるわけではなくて、そういう評価があるってことですよね。小銭稼ぎのコメンテーター、これいいですね。怒らなくてもいいじゃないですかね。だって実際小銭を稼いでいる、まあ小銭ではないですけどね、結構な金額を稼いでいるのがコメンテーターさんのお仕事ですから、責任なくあれこれ言うのが、コメンテーターというものですよね。今橋本徹さん自身がそれをやっていて、すごくね注目を浴びていて、政治家をやってる時よりも面白いなと思うわけなんですよ。じゃあね、 YouTube をやっていて再生数稼ぎの YouTuber っていうのはどうですかね。当たり前やんかみたいな話ですよね。再生数を稼ぐために YouTuber は動画を作って、再生数が上がるためにサムネイル作って、内容をいろいろとああでもないこうでもないって考えてるわけですよ。再生数稼ぎにこんなん作ってんじゃねえみたいなコメントが飛んできますけども、なんかどう返していいんですかね。いや再生数稼ぎっすよみたいなね。じゃああなたはどうなんですかと。給料稼ぎのために毎日コツ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 会社に行ってんのを、給料稼ぎに行ってんじゃねえよって言ったらいいんですかね。ね、吉田さんね、これ同じですよね。だからやっぱり自分がやっていることと違うことでお金を稼いでるのは許せないっていう人がいるわけなんですよ。これが多様性というのかどうなのかね、なんか難しいんですけども、いろんな考え方やいろんな行動、自分とは異なった常識があって、異なった水準があって、それで世の中がねうまいこと噛み合っているというものが、まあ多様性というものかなと思うんですよ。何でもかんでもね、自分の思う通りじゃなくてダメとかね、それとかね、私ね、ポイントサイトで10万円稼いだって言ったら、そんなこと言っちゃダメですよみたいなことをね言う人がいるわけなんですよ。ポイントサイトで10万円稼いだのは、あなたの動画を見て、それによってクリックして会員登録した人が、300円とかね、なんかこう紹介報酬が私に入るんですね。それによってできたやつだから、そんな煽るようなことしてね、10万円稼いだなんて言ってダメですよみたいなこと言ってるんですけども、なんであなたの許可がいるんですかって話ですよね。いやだってそのポイントサイトが紹介料を出しますよって言って、それを前提に登録する人は、あ、自分が登録したら久保さんに3000ポイント入るんだなと思って、それを認識した上でやってるわけですよ。全員合意なのに、そこに全然ね、その輪の中に入ってない人が、そんなことやっていいんですかみたいなね、こういうコメントもあるわけですよね。だから人の思考っていうのは様々なんでね、でもちなみにそういうコメントを書いた人のおかげで私のアクセスも上がってるという現実があるんで、再生数稼ぎすんじゃねえっていうふうな書き込みがもうすでに再生数を稼がしてくれてるよね。このあり方さというか矛盾というか、なんか面白いですね。ただやっぱりね、釣りすぎると信頼を失って、もう見てくれなくなる人が出てくるってことなんで、こう再生数とかね、チャンネル登録とか効果は落ちますよね。そうなったら再生数稼ぎのために、あ、いやいやいかんいかんって感じでまた内容を修正していくみたいなね。だから再生数稼ぎしてんじゃねえっていうコメントを恐れて、じゃあ再生数を減らすための動画を作ればいいのかって話なんですよね。だからね、世の中面白いなというところでございます。いろんな考え方がありますんでね、そういうふうな考え方にさらされて、私も今回の一本の動画ができたということで、ありがたいありがたいありがたいということでございます。さあ、それじゃあね、世の中に職業の規制はないと言います。私はね、やっぱりこういう時って自分の奥さんとか、まあ娘がいたとしてはね、自分の子供が、じゃあ職業に規制はないんだったら、そういうのが風俗行ったらどうするんだって言ったら、それ嫌ですよ。感情的に嫌ですよ。でもそういう職業があることを差別はしないっていうのは、これ別で切り分けないといけないんですよね。そういう職業があることは別に差別しないし、そういう働き方が認められていて、そこに出勤する人、そこにお客様として行く人が両方とも納得してるんでしょうがないなと思うんですけども、それとですね、自分の身内がね、それをやるかどうかっていうのはちょっと切り分けていかないといけないんですよ。で、世の中には銀行強盗がいますよね。で、麻薬を売ってる人もいるし、もしかしたらね、ヒットマンもいるかもしれませんよね。お役座さんっていうのもいるかもしれません。だからといって、じゃあ自分の身内がそういう職業についてもいいですか、どうですかっていうふうになってくると、ちょっと考えが変わるのは、これは人間のどこから見るかによって感情が変わってくるところでしょうがないですよね。だからね、この今のこの日本の体制っていうのも、どこから見るかによっていい国だっていう人もいれば、最悪の国だっていう人もいるんですよね。だからね、様々ですよね。いってらっしゃい。